はじめまして、私は民族学者をしている赤松邦夫です。皆さんは予売という言葉を聞いたことがあるでしょうか。いえいえ、ピンクなお話などではありません。今日は民族学者として予売という文化を皆さんに紹介したいと思います。予売の語源は予ばうという奈良時代の言葉がなまったものだとされています。昔の日本の夫婦関係は男女がそれぞれ別のところに住んでいて、妻のもとへ夫が通う妻どい婚という形式が一般的でした。現代風に言えば予ばうとはその妻どい婚において夜中に相手のもとを訪ねて求婚することを指す言葉です。ちょっと真剣な話があるから今日泊まっていっていい？というような告白目的の深夜の家デートと言えるかもしれません。つまり初めは夜中に忍び込むことではなく堂々とデートすることを指していたのです。これが時代を進むにつれて呼ばうから呼ばいと書き換えられ、性交渉を目的に相手の寝床に忍び込むことを指す言葉となったのです。以後農産漁村などの共同体では徐々に常習化していき、一種の性教育や成人の儀式として受け入れられることになります。こうして予売が一つの文化として受け入れられることになった大きな理由の一つに、当時は戦争などによって男性の人数が少なかったからというのがあります。つまり村という小さなコミュニティを存続させるためには効率的に子供を産む必要があったのです。現在の価値観からすればとんでもない話なのですが、当時の地方の村ではそのような共通認識があり、予売が認められていたのです。なのでお母さんが、男の人が予売に来やすいようにしないとねと玄関の鍵をかけずにいたり、うちの子所長も迎えたのに誰も呼ばいに来ないわねと自身の娘を心配したりする光景が当たり前にあったのです。現在では呼ばいといえば男の人が無理やりというイメージが強いですが、あんたじゃ嫌と女性が拒否することもできました。村ごとに細かいローカルルールのようなものがあったので一概に言えませんが、事前に約束し合意のもとで行われることが多かったようです。もしそのルールを破って強引にということになれば村八分になるかもしれないですから、ほとんどの男性はルールを守っていました。しかしいつの時代にも自制が効かない人はいますから、やはり女性からすればたまったものではないでしょう。こうして奈良時代から始まった予売という文化ですが、江戸時代に入ると風俗の乱れを危惧した政府から予売禁止令が出されます。そして明治時代に入ると明治維新に伴い西洋の考えが多く日本に取り入れられたこともあり、予売という文化が不道徳的なものであると考えられ衰退することになったのです。しかし地域によっては高度経済成長期に入る直前、つまり1950年頃まで予売という風習が残っていたという記録も残っています。長野県の北部の集落ではほんの70年前まで成人の儀として予売が行われていたようです。今回特別にその集落に住む男性から話を聞けたので紹介しようと思います。現在90代のこの男性は70年ほど前に成人の儀としての予売を実際に経験しているのです。時代的に考えるとこれが日本で最後に行われた文化としての予売となるかもしれません。うわー、年が明けた瞬間、今年成人を迎えた男たちが一斉に走り出した。まだ薄暗い村の中に男たちの雄たけびが響き渡る。その中に当時20歳だったゴンゾーの姿もあった。ゴンゾーの住む村で行われていた成人の儀はとてもシンプルなものだった。正月を迎えた瞬間、成人を迎えた男たちが同じく成人を迎えた女性の家を訪れ、予売という形で自分の思いを告げるというものだ。早くしないと。ゴンゾーが焦っているのには2つの理由があった。一つは、もし一晩中に誰とも体を重ねることができなかった場合、成人の儀は失敗ということになるからだ。もしそうなった場合は、あいつもしかしてあれついてないんじゃないかと一生バカにされ、場合によっては村八分状態になることもあったのだ。そしてもう一つの理由は、キミコ、俺が行くまで待っていてくれよ。ゴンゾーには思いを寄せていたキミコという同い年の女性がいたからだ。この儀式では複数の男性が女性の家を訪れた場合、早く着いた順に1番やり、2番やり、3番やりという優先順位が決まることになっていた。そしてその順番通りでしか体を重ねることができなかったのだ。つまり男性からすれば目当ての女性の家にたどり着いても、先客がいれば自分の好きな女性と別の男が体を重ねている間、指をくわえて待っていなければならなかったのだ。一方女性からすれば自分が結婚を前提に付き合ってもいい、その思いに応えてもいいと思える男性が現れるまで成人の儀は終わらない。そのため自分の目当ての男性が家を訪れてくれるまで、好きでもない男たちと何度も枕を交わしながら思い人を待つということもあったのだという。成人の儀の前にキミコが言ってくれた言葉がゴンゾーの頭によみがえる。ゴンゾー、あなたが一番に来てくれるって信じてるからね。
ゴンゾーが恐れていたのはキミコの体が別の誰かに奪われることではない、心が奪われてしまうことだった。キミコ、俺が一番か。ゴンゾーさん、ええ、あなたが一番やるよ。そうか、よかった。もうここまで来たら言葉はいらないよな。キミコ、俺の気持ち受け取ってくれ。はい。こうしてゴンゾーは見事一番やりとしてキミコのハートを射抜いた。それから70年、今もゴンゾーの隣にはキミコがいる。なんとも心温まるいい話ではないですね。これはたった70年ほど前の話です。その時にはすでに一夫一婦制が当たり前でしたし、重婚も法律で禁止されていました。つまり低層観念が相当緩かった昔の話ではないわけです。なのにこういった風習が存在したとは驚きですよね。この話を聞いて、ヨバイって面白い風習じゃんと思った方は、ブータンの風習も調べてみてはいかがでしょうか。ブータンのある地方ではまだナイトハンティングと呼ばれるヨバイの風習が残っているようですよ。そんなヨバイが廃れてしまった理由として、江戸時代に政府が禁止令を出したから、明治時代になり西洋の文化が日本に入ってきたからという理由を挙げましたが、私はそれとは別にもう一つの理由があると考えています。それは政府の方策です。つまり性風俗産業を発展させ、そこから税収を得るため、お金の発生しない性行為である予売を禁止したのではないかということです。まあもちろんこれは私の勝手な想像ですが、なので予売の話を聞いていいなぁなんて思ったあなたは、そんな政府の考えに乗っかる形で夜の街へ繰り出してみてはいかがでしょうか。ちなみに私のおすすめの店は、おっと、これこそピンクなお話になってしまいますね。この話は別の機会に。それではお後がよろしいようで。ご視聴ありがとうございました。ゴルゴンゾーラ伯爵漫画動画更新。